さんこんにちは、リカエスです。今日も星の島のにゃんこ実況していきたいと思います。今ね、こちらにあるようにキリンさんとお友達週末は2倍ということで、6月24日から6月27日の3時59分まで仲良しポイントが2倍になりますということですね。あとは星の島の七夕祭り、6月23日木曜日から7月7日木曜日まで、星のかけらを集めて七夕の大きなケーキを作るにゃ、完成したら織姫と彦星になりきって遊ぶにゃ、目標達成したらご褒美ももらえるにゃということで、こちらの方のイベントで今星のね、なんていうんですかね、ポイントというのを貯めて頑張っています。で、そのイベントのお皿が今ここにあるんですけど、ちょっと木が邪魔ですね。こちらにずらします。でね、今星が175あるんですよね。で、お皿がキラキラ光っています。タップしてみようと思います。七夕のケーキ、まだまだにゃということで作ってみます。ルビー4個を使ってすぐに完成させたいと思います。では完成させます。お、豪華な感じのケーキの1段目なのかな。これ何段もできるんですね、きっとね。1段目ができました。で、こちら今度は星400もいるんですね。2段目に挑戦していきたいと思います。こちらの方はね、星を持った猫ちゃんが、お客さんがね、いるんですよね。こちらのオムレツと今サンドイッチの子持った猫ちゃん、この星のマークの猫ちゃんが星を持っているので、こちらのオーダーを引き受けると星をね、いくつかもらえる形になっています。今はね、この猫ちゃんしかいないみたいですね。で、頑張って400貯めたいと思います。あとキリンさんですね。キリンさんと仲良しになるために今500ポイント、ハート、黄色いハートがね、500ポイント貯まっています。ラスカルの声がね、響いてますね。で、今570ポイント、次の目標で700ポイントになります。で、今港町はこのような感じですね。で、これですね、このラスカルの声です。今してたのはラスカルの声です。で、キリンさんはもっとね、お世話をしないとポイントがたまらないので、お世話をしたいと思います。あとこの猫ちゃん、にゃんこドールがね、1回は全部貯めたんですよね。で、今度2周目に入っていって、それもコンプリートしようかなと思っていたんですけれども、昨日かな、お魚釣りを20回するっていうので、こうついついね、子供たちを休みで一緒に遊んでいたら、お魚釣りやるのを忘れて、で、結局ね、1個取り逃してしまいました。 でもね、これだけ猫ちゃん集められましたね。この辺にたくさん散りばめて
にゃんこドールを散りばめたいと思います。あとでまたね、綺麗に並べ替えたいなとも思っているんですが、今は散りばめてしまいます。こんな感じですね。で、本店の方に戻りたいと思います。で、こちらの方もね、ゆっくりなんですけれども、コインを少しずつ貯めていっています。あとはね、このケーキもう一段詰めるように頑張っていきたいと思います。今はね、こんな感じで進めていっています。作れるものは作ってという形で、まあのんびりなんですけれども、コイン集め頑張っています。あとね、本当はお魚釣りもいっぱいして、お魚のね、レベルをもっと上げていかないと、実際港町の方で作れないものも一つあるんですよね。なので、お魚レベルも上げれるように頑張っていきたいと思います。今日はね、このケーキをまず1段目完成させましたということをお伝えして終了したいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。